俺たちの気持ちなんかわからないよ。服部さん、もういいですよ。服部さん、杉沢さん、新田さん、もう一度考えてみましょう。ちょっと待ってください、事業部長。考えるって一体何考えるんですか。僕も高卒です。あ、こんばんは。あ、お久しぶり。お疲れ様です。いつもの。はい、いらっしゃい。事業部長、お気持ちは分かるんですが、独立採算なんです。人員削減しないと自分で自分の首絞めるようなことに。いや、それは大久保さんにも散々言われたんだよ。でも返品率 50% これ何とかしないとさ。はあ、工場内に空きスペースはないかな。空きスペースですか。うん、まあ倉庫みたいな場所でいいんだけど。